てなかなかそれが進まないような感じになってしまいましたが、今動画が切り替わりましたが、自動的に切り替わるのでわかんないですけど、100メガバイトいったら一応消えるようになっています。やっぱり画面をスクロールすると容量をあっという間に使ってしまうのだなと思うんですが、思考の処理、整理方法というメールもあって、これはもうほとんど1年ぐらい、まあ、1年ぐらい更新してないなと思いました。どうするか。一応まあ、こうやってブログでブログで喋ってる情報ないので、一応書いた内容を読んで、で、その時どう思ったのかというのを付け加えた方がいいのかなと思うんですけども、またそれも、規則性がないので、またコロコロ変わるかもしれませんが、一応ここの書いてある文章を読んでみたいと思います。思考の、整理方法というメールマガジン、思考の整理方法で使う道具について、実際に使うの AI のコピーをした後は自分で使いやすいと思ったブログです。ただし、これは相当な量が必要になっています。量が多いということは達成感につながってくるので、最初の AI のコピー用紙が、どうなんだ、部分でそうじゃない、あたこうだというよりも、まず最初にとにかく読んでみることにしようかなと思っていますが、一度読んで、まあ、もう一回読んでるときに、ここはこうだったということを言おうかなと思うんですけども、じゃあまたとにかく、また最初から読むのもめんどくさい、まあいいや。最初から読みますか。思考の整理方法で読めるまで、思考の整理方法ですから、どこについて実際に使うのは、A4 コピーをした後は自分の使いやすいと思ったボロペです。ただ、これは相当な量が必要になっています。量が多いということは、絶対感につながってくるので、最初は A4 コピー用紙が100枚ボロペにもぐらいだったし、最初はやらない方がいいので、少なくとも A4 コピー用紙が5000以上、ボールペンは20本以上必要になっています。これぐらいの量になると達成感というのが湧いてくるので、これらのコピーを使い切るもので考えて、紙に書いていきます。A4 コピー用紙500枚の値段ですが、一番安く290